やろ、それは俺が拾った。何油断してんの、元に戻っちゃってるよ。俺は信じてるぜ。おっ、なんで今唯一フォローしたよ。絡まずに。ああ、何が就職だ、何が。新しいネイルに変えてみました。いいね。だバカ野郎、てめえの爪の色なんか興味なさすぎて血毛燃えるわバーサー。なんだよ一松。オス、あれを見ろ。ん、あれは童貞をこじらせ切った男がやがてたどり着くという伝説の童貞。ただ羨ましかっただけなのをついに認めたシーン。このままじゃカラマツ死んじゃうかもしれないよ。やばい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 。カラマツって誰。扱いが全然違う。へっ、ここで働くってわけか。旗だけに。スリーさん、だってのクソマツ、殺すぞクソマツ。ビンゴ。クソマツ、お前今日いっぱい喋るな。貴様呼んだ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。もうひっ、トッティのだ、安牌。おそ松兄さんか。一松は。神よ、もう神よ。内臓悪いんじゃない。はあ、あんたなんかパンツ3日は履き続けじゃない。カラコの方がよっぽど臭いわよ。しょうがないじゃない、風呂ぐらい入れなくても。 A 面 B 面ちゃんと変えてるし。ちょっ、臭い。ああって言ったよね。あれ、トッティは。ああ、もう治ったらしい。あ、んな、寂しがり屋なんだ。そばにいてやらないと。ぽいわぽい。俺のことカラマツだと思ってる。正しいカラマツのやり方がわかんねえ。いや、正しいカラマツのやり方ってなんだ。アイムカラマツ、アハン。そうだ、市松だ。ダメだろ、起こしちゃう。血を分けた兄弟が気持ちよさそうにすやすやと寝てるんだぞ。起こしたら俺がお前を殺す。今すぐ逃げたいけど、こいつを残してはいけないし。うわぁ、嘘だろ。嘘だろ。あ、でも硬いってことだ。なぜ俺のパーフェクトファッションを市松が。カラマツ、カラマツ、カラマツ、カラマツ。なんだこいつ、俺に化けてこの場を収めるつもりか。神か、神なのかこいつは。逆に死ね。でも俺の真似下手すぎ。勝手な宣言すんな。俺そんなキャラ背負うの絶対嫌だぞ。実は市松じゃなかった、カラマツに真面目な話があるから席外してくんにゃい。まさか、おそ松兄さんを遠ざけ俺を助ける気なのか。マジ何なんだよこいつの優しさ。逆に死ねよ。俺はもうカラマツボーイズだよ。おい、お前何やってんだ一松、びっくりしたよ。てめえ、このことみんなに喋ったら殺すからな。墓まで持ってけよこれ。この状況で強気、嘘だろ。とにかくまず気合いんぞボケ。強気、やめてよカラマツ兄さん。お前その辺どうなんだ一松。なんで俺に。あいつと一番一緒にいる時が多いだろう。ああ、高校デビューだったのか。いや、正しくは十四松デビュー。お届け。はい。ああ、カラマツが死にました。男はもうコリコリ。はあ、特に一子はね。忘れた、女王陛下の双子の姉の息子なんて絶対嘘だって言ったのに。じゃんじゃんお金貸して。そうだ、お前。マジっすか。市松か。異様な捨て牌、異様な泣き、ポン、速さも打点も全く読めないブラックボックス麻雀。ただし普通に弱く、普通によく負け、機嫌が悪い宅返しの市松。おい、もうちょっとそっちに入れないって。あいつは何にも間違ったことはしてない。日の打ちどころがない。だからこそもう殺すという選択肢しかないというこの矛盾。何でもいいから話すんだ。ふん、このカラマツが口説いてやろう。行くぞ。ほら、よし、下がるな。おい、おっさん、店でねえんだ、おっさん。たく、なんで生きてんだ。
そう、落ち着け。ブラックスマーツのやつが伸びる。いや、そこは伸びないか。伸びない。あ、この空気やめない？耐えられないんだけど。うん、俺は武道館でワンマンライブだ。いいな。しまったとにかく優勝しかないよ。マジで頑張ろうな。待ってくれ。